はい皆様こんにちは HIKAKIN さんが Yahoo! 基金と一緒になって立ち上げたあのコロナで、まあ、すごい今大変な状況だと思うんですけど医療従事者に向けてのそういう募金サイトみたいなのをこう作ったようで、まあ、それに対してねあの 募金、まあ、なんかできることないかなと思って考えたらやっぱり僕もそれをねまずこの動画で広げることは協力できるんじゃないのかなと思ったんであのまずそれが一つですねなのでこの動画の下の詳細欄にねその募金先ですね日陰さんが立ち上げた募金先をね記載しますんであのそちらがね皆さんぜひねあの募金の方あのまあ無理なくねあなんかその t ポイントだったら1円からボ金もできるみたいだし、まあ、クレジットでもちゃんとその100円、200円からできるみたいで、はい。なんでね、で一応あのこの動画でね、あの僕実際にこう入金をできるかどうかっていうのあね、あの試していこうと思います。はい。それではね僕の方も実際やってみたいと思います。はい。これがね、ヒカキンさんのツイッターかな。ツイッターで、で、これで、 でなんかこ,うこういう動画をね、こう上げてる形なんですよね。で、多分ここから、詳細からね、はい、ここで、えっと、募金ページはこちらからみたいな形で、まあ、命を守る人を支えたいってことで、ね、ここを押すと、で、命を守る人を支えたい、えー、コロナ医療支援募金、で、HIKAKINTV と Yahoo!JAPAN の、こう、タイアップで、こういう形で、このサイトをね、立ち上がったって形なんですかね。 今現地はすごいですね、1億2169万3527円が4万3人4万三千人がこう寄付してるんですね。で、そのうちの1億が非課金さんみたいなんで、まあ、今、現状2100万とかなんで、まあ、1人当たり四百五六十円、450円返金で入金してるという形ですかね。 はい、でえっ、ー、と、これでクレジットカードは T ポイントカードとかを選べる形ですかね。すごいですね。もう4万3000人。だから、一人ね、400円とか500円とかでもう、もうね、その、ヒカキンさんの募金除いてでも2000万近くは貯まってるこですよ。一人が400円、500円でもう2000万近く貯まってるとでで、えっ、ー、と、これで、あ、で、選べるんですね。額をここで。じゃあ、えっ、ー、と、僕は、じゃあ、今ね、僕の方そんな余裕ないですけど、はい。 10万円。はい、で、押してで、こちらで、えー、寄付の手,、えーはい、こちら手で、えーと、一括払い、次へ、こんな感じで、えー、お支払いを確定、10万円。 確定はい、できましたね。はい、ありがとうございます、した。できてますね。はい、4万3920、えー、人の方がご協力、はい。ということでね、あのすぐ、ね、入金の方できたんですけど、ただ僕自身はね、本当にまだまだね、底辺なんで、何んの力もないんですけど、はい、ただ、その。 今この YouTube をね僕のチャンネル見てくれてる人でチャンネル登録者数っていうのが今20万人はねいてくれてるんでこのチャンネル登録者数全員がねもしね1000円でもいいので1000円もしくは500円でもいい例えば1000円として計算した時に1000円 ×20 万人って計算したら2億になるんですよね。で2億っていうのは1人1000円ずつが20万人出すことによって2億すごいお金じゃないですか。 それによってねものすごくね医療従事者の中で本当にあの助け少しでもねあの力になることができると思うんですよね。はい、ということなんでやっぱりこうみんなの力がね合わさると本当にすげえパワーになると思いますんで,で、まあ本当第一線でね今こうしてほんあの本当にこういろいろね言われながらもまた やっぱりこう差別なんかもね、受けながらも一生懸命ね、第一線で頑張ってこう命を、ね、こう守ろうとして頑張っているその医療従事者の方にね、えー、少しでもね、あのみんなからも力を、ね、送,送っていければなと思いますんで、まあ、今回、ね、この日陰さんとこのヤフー基金のねあの、このこ動きなんかもすごいなと思いますんで、はい、僕からも応援させていただきました。はいであとは 僕自身はねあの、国際国立研究センターの方にもね、引き続きあの支援の方をしていこうと思いますんで、はい、と思ってます。ということでね、今日のショーの YouTube の方はこんな感じで、えー、終わりにしたいと思います。あの募金の方はね、下に詳細欄に貼っておきますんで、そこから皆さん、ぜひね、あのショーのチャンネル登録している20万人の皆様、ぜひね、少しでも構わないので、よろしくお願いいたします。See you next time. Low, damn it, low, yummy. boots wa are yummy low, boots wa dame yo, damn yo.